愛知県、イラゴ岬、さき、やの実は、島崎藤村が、明治時代に執筆した詩、昭和に入って曲が付けられた。1901年8月に刊行された詩集、落売集に収録されている。この詩は1898年の夏、1ヶ月半ほど、イラゴ岬に滞在した、柳田国夫が小石川浜に流れ着いたヤシの実の話を藤村に語り、 藤村がその話をもとに創作したものである。名も知らぬ、当期島より流れ寄るヤシの実一つ故郷の岸を離れて、何時はそもなみに、幾月永久の木は、生いや茂れる枝はなお影をやなせる我でもまたなぎさを、枕込みの浮き根の旅ぞみをとりて、胸にあつれば新たなりさすらいの憂霊界の日の沈むを、見れば激利を今日の涙を思いやる。 八重の詩をいずれの日に過去国に帰らん1936年7月、日本放送協会大阪中央放送局で放送中だった国民歌謡の担当者が作曲家の大中とラジを訪問し、この詩に曲を付すよう依頼。7月9日には曲が完成した。7月13日から庄治太郎の歌唱で1週間放送した。さらに八月三日からは双葉秋子。 11月9日からは、ただ富子、12月9日からは、柴田秀子がそれぞれ放送した。こうした放送が影響し、次第に、職場や学校で歌われ始め、12月には、小児太郎の歌唱で、ポリドールレコードから発売された。大中本人による、混声合唱版、女性合唱版が存在する。他に、多くの人によって様々な編成に編曲されており、 その中には作曲家の息子である大中音によるものも含まれる。2007年には日本の歌百選に選定されており、現在でも広く愛称されている女上歌である。小室市立藤村記念館の私費厚み半島観光ビューローでは、1988年から毎年ヤシの実の再現を目指し、当期島に見立てた石垣島沖で標識をつけたヤシの 身を投げ流するイベントを開催している。投げ流したヤシの実が、鹿児島県以北で拾われた場合には、発見者と投入者から数組を、イラゴミサへ招いて、対面式が行われる。2020年までに4個のヤシの実が、愛知県に漂着し、そのうち3個は、イラゴミサがある、田原市に漂着しているが、イラゴミ小石浜井はまだ漂着したことがない。ありがとうございます。